説明できる好きって好きじゃないんだぜ。なんか言ってろ、うん、好きな身長52センチとかさ。52センチ、はい、いや、物差し大きめなもん。初回のお客様が喋らなかったらどうします？塚さんがどんだけ喋っても女の子は全く喋らなかったらどうしますか？塚さんって。ああ、もうやばいよ。一生絡みに行く。綺麗なんですよ、これ多分見る線の人も分かると思うんだけど、はい、なんかあの見て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 、お買い物これ見て見て見て、めっちゃうるさいよ。一日で言うとどこに繋がるんでしたっけ？クラブぐらい。クラブぐらい詳しすぎでしょ。あとどんなんだっけ。お母さん、今日のことコンパスですか？コンパス。あ、コンバス。コンバス。コンパスじゃなくて。じゃあ、これで円描く。円描きましょう。絶対潰れへんぞ。絶対潰しましょう。待ってます。ありがとうございます。はい、飲みましょう。はい。お疲れ。お疲れです。お疲れです。本当にありがとうございます。